アウトストラーダ A8 は、ミラノとバレーゼを結び全体が、ロンバルニア州に含まれる、イタリアの高速道路である。この道路は、アウトストラーダ A9 とセットで、アウトストラーダデラーギと呼ばれている。11月15日から4月15日の間は、オリッチョ西出入り口とバレーゼ西出入り口の区間で、冬季装備の義務がある。この道路の歴史は、アウトストラーダデラーギのページに記載している。 このアウストラーダはギサロのオーバーパスの続きとしてミラノから始まる。起点はフィレンツェの交差点と呼ばれるアウトストラーダ A4 とのジャンクション部である。ライナー手でこのアウストラーダはバレーゼ方面に向かい、そこでアウトストラーダ A9 はコモ方面に分岐する。ガルダラー手でアウトストラーダ A8 は A8、A26 分キロを経由して A26 につながる。 A8 は A60 バレーゼ環状線とのジャンクションを越えたところで終わり、そのまま道なりで、ラッコルドアウトストラダーレー S707 がアッツァーダ、バレーゼと名前を変えて、バレーゼの都心部までつながっている。現在のアウトストラーダデーラーギは、ミラノ方面への多くの通勤交通を支えておりかなり重要な道路である。さらにこの道路は、イタリアから、 欧州の国々への商品輸送にも必須な経路である。A8 では、最近4つの主要な工事がある。ミラノ・マルペンサ空港への接続、ライナー手までの4車線か、ガララ手までの3車線か、そして A52 ミラノ北環状線に接続する、老近校のフィエラ・ミラノの新ジャンクション建設である。運営は、イタリア高速道路会社に委託されている。この道路には、 フィエラ・ミラノと A 級とのジャンクションの間のミラノ、北料金所とガルダラーテとカバリアの間のガルダラーテ北料金所の二つの本線料金所がある。現在はセーフティーチューターシステムによる速度監視が以下の区間で実施されている。公式な距離はミラノを起点としており、A 級の起点も同じ場所となっている。この表のミラノ方面の距離は非公式の参考情報である。 中期、アッザーテブグチャーテジャイクションのすぐ先で A8 は終わり、その先は SS707 がザーダバレーゼ接続路に道路名を変えてバレーゼの市街地まで 4.5km 伸びている。SS707 に切り替わった最初の 1.7km の部分は当初は片側1車線だったが1994年に片側2車線になっており制限速度は 時速1 1 0トルである。バレーゼ方面の道路は1車線部分に近づくにつれて、時速9 0トル時速7 0トル時速5 0トルと制限速度が下げられている。残りの区間は片側1車線であるため、制限速度時速7 0トルで追い越し、禁止という制約がある。この1車線区間に一般道に接続するためのバレーゼビア、 ガスパロットという名前の出入り口がある。イタリアの閣僚を評議会は2004年のホイ4に含まれていた A9 の3車線化拡張計画を承認した。工事は2012年7月に完了した。この計画は A8 にも影響を及ぼした。ミラノ北本線料金所と A9 とのライナーテジャイクションの間 5.577km から 9.99km の 区間が車線化されるるのであるこの区間の工事は2015年のミラノ万博区間に限定して2014年7月に始められ2015年5月に終了した。2019年に5車線区間の残りの工事が開始された。A8、A26 ガルダラ,ラーテガッティコ分岐路はイタリア高速道路会社が管理しており、ガルダラーテの近くで A8 に接続し、 ガッティコベリューノの街の近くで A26 と接続する。西の端ガッティコの近くでこの分岐路はアウトストラーダ A26 ジェノバ方面にシームレスにつながる。また、ランプを経由して A26 の北方面にもつながる。A8、A26 はドモドスソラとシンプルオンからミラノとイタリア半島に来る交通を直接接続するように設計、建設された。 その道路構造はガルダラーテからセストカレンデベルジャーテまで両方向とも片側に車線であり、幹線経路として作られた道はアウトストラーダデラーギの3番目の分岐路として1925年に構造されたものである。1988年に開通したセストカレンデベルジャーテからガッティコベルーノまでの区間は片側3車線である。この分岐路は イタリアのアウトストラーダの内部番号では A8 の分岐路として分岐路 D08 と分類される。1999年10月29日の法令 N461 はこの分岐路を A8、A26 ディルと分類した。しかし、標識上には A26 から8もしくは A8、A26 と示されており、唯一この区間のオーバーパス特定標識に A8、 ディルという表記を確認することができる。この道路はアウトストラーダデラーギの他の部分とは別にこの区間のみの独立した料金体系をとっている。もう一つの相違点はこの区間のみで距離を示すことである。A8 との接続部から 13.5km の区間で12月20日から4月15日まで冬季装備の義務がある。この道路の公式の距離は単独で、 A8 との分岐部を起点としている。表の逆方向の距離は非公式の参考情報である。ありがとうございます。